はい、どうも、サトチューンチャンネルでございます。さあ、いよいよね、株式市場も巻き返しが始まるかと思います。まあ、実はね、この動画撮ってんの、1月10日なんで、最安値を更新して、まあ、間もない頃に撮った動画でございます。まあ、ただね、この動画公開するのは3月ぐらいになるかと思うんですけれども、その頃には、ちょっとまあ上昇の兆しがそろそろ見えてるかなみたいなね。まあ6月ぐらいまでは下降してるかなみたいなところもありますけれども。はい。というわけでね、今回のテーマは、400万円でセミリタイヤを実現する方法でございます。現在ですね、もう私自身、もういわゆるこのセミリタイヤというのかな、ファイヤーっていうのかな、ファイナンシャルインディペンデンスリタイヤアーリーっていうのを達成しまして、もう8年、9年か経過しております。ファイヤー。まあ皆さん聞いたことあるかな。まあ聞いたことあるからこの動画を見てるかと思うんですけども、知らない方にとって説明しますと、普通の方のように僕は会社に行ってません。働いてません。まあ、いわゆる労働と呼ばれるものね。一般的に言われてる労働っていうのは、まあ、大体月に3日間ぐらいです。3日間プラスオプションぐらいしか働いてません。まあ、マックスでどうかな？ 10 日働くかな？まあ、っていうような感じです。1ヶ月働くことは、まあ、8年間ございません。っていう生活を達成しております。まあ、どういうふうに、まあ、こんな感じで達成したのかっていうのは、ちょっとまあ、置いときまして、朝早く 起きてね、会社に行って、嫌な上司にご機嫌取って、生意気な部下を相手にして、取引先には理不尽な仕打ちを受けて、ストレスを受けながら、ね、終電で、夜遅くまで、朝から晩まで働いて、家に帰ってきたと思ったら、寝るだけ。そして朝早く叩き起こされて、また会社に行くと。いうような、暮らしはやっておりません。もう8年間でございます。まあそういうね、私がちょっとふと思ったのは、まあこういう生活をするためには、ある程度の資金っていうのは当然必要なわけですよね。まあやっぱり投資をして、その投資の利回りを使って、まあ、配当収入と、緩い仕事をやってね、まあ、こう、日々、暮らしを回していくというようなやり方でございます。まあ、僕の場合は、不労所得を作って、やってるわけなんですけども、まあ、投資もね、もちろんやってますが、今、現状ね、まあ、ほとんど、配当利回りを使うことってないですね。8年、あ、じゃあ、8年間、自由がずっとじゃない。ここ5年は、配当資金は多分使ってないですね。はい。というような感じで生きています。だけど、まあ、そういったね、セミリタイヤだったり、ファイヤーだったり、憧れてですね。まあ、そのためには資産って、どうですかね。4000万ぐらいいるよねって、まあ、結構思われてると思うんですが、僕は400万でもできるんじゃないかなって思ってます。その一方でね。はい。これは僕個人の考え方で、皆さんにこれをやれとか、この方法が正解なんだ、正しいんだ、絶対やった方がいいとは言いません。これはあくまで僕の考えで、まあ、400万円ぐらいあれば、まあ、できるだろうと。まあ、でも、現実、まあ僕も今できますけどね。ちょっとお話ししたいと思います。どういうふうにやるか。あ、ちょっと、石油ファンヒーター呼んでますんでね。で、具体的にですね、この400万円、どう使うか。ですけれども、ちょっとじゃあ、この400万円を分解しましょう。どう分解するか。400万円を
この400万円ね、押します。250万円と150万円に分けます。150万円は使わずにプールしておきます。貯蓄しておきます。そして250万円、これレバナスに投資します。 レバナスに投資するんですね。まあレバナスって結構ほら値動き激しいじゃないですか。で、今回めちゃくちゃ暴落したでしょ。去年にかけてね。暴落して、最高値から63%下落しちゃいました。だいぶ下がりましたね。だいぶ下がりましたけれども、まあ今はね、だいぶ底値になってますので、おそらく、まあちょっとぐらいは下がると思います。でもね、その暴落も、たかだか知れてますよ。それよりも、まあ、上がっていく量の方が多いであろうということでね、まあ、今ぐらいからやるっていうのは、まあまあ、いいんじゃないかなと思います。そして、150万円の現金があるわけですね。まず、この250万のレバナンスで、取り崩しますと、だいたいですね、月に税金を引いても、5万円ぐらい。まあ、特にまあ、投資し始めの場合は、その2%の税はあんまりかかりませんから、まあ、ほとんど、いくらぐらい？まあ、6万円ぐらいは入ってくるのかな？ 5、6万円ぐらいは入ってきます。まあ、5、6万の不労所得をこれで得られるわけですよ。5、6万入ってきたら皆さんどうしますか？ね。いやいや、何もしなくても5万の収益はこれで入ってくるよ、という状態を作りました。まずね、これプラス何かゆるくなんか一つ仕事をする、まあその収入は5万円あればいいと思います。最低限5万円以上あれば僕は十分かなと思います。それはなぜか、逆にね、多すぎてもダメなんですよ。まあ、5万円以上10万円以下ぐらい、まあ、これぐらいの金額で納めていただけると、住民税非課税世帯になりましてね。まず1点。住民税免除。国民健康保険が最低金額。かつ、国民健康保険も、国民年金も免除申請をすることが可能です。免除申請することで、半分は保険料を払って、だよということになるので、半分は将来年金もらえるんですよ。1円も払ってないのに半分の年金がもらえるっていうね、めちゃくちゃ効率のいい投資ができるわけですよ。 そういう仕組みができるわけですね。それで、まあそうですね、月5万円の収入、そして月5万円の配当所得、もうこれで10万円になりましたよ、収入がね。10万円あれば、実は、一人で生きていく分には、もう、生きていけんですよ、実は。そんな10万円じゃ生きていけないよって方がね、まあ、大変だと思いますけれども、これ、当たり前に月10万円で生きている人って、実は、世の中に、たくさんいるんですよ。それには、いくつか工夫をしてます。まず一点、大きなのが家賃ですよね。家賃。家賃だけで10万円かかるって人いるんじゃないですかね。でも、こういうライフスタイルだったら、別に家賃の高いところに住む必要ってないんですよ。例えば、駅近のもう一等地に住まなきゃいけない。会社に行くわけじゃないから、その必要ないじゃないですか。だからどっか田舎のね、ポツンと離れたところに、まあ例えば、家賃、そうですね、2万円以下の物件とか、結構ザラザラ、ザラにいますし、まあ、あとは、市営住宅とかね、そういったところに住むことも可能でございます。これぐらいの収入だったらね。ほんでね、
まあ、そういった、まあ、家賃を下げると。もしくは、持ち家とかだったらね、もう家のローン払わなくていいから。これはかなり大きいかと思います。持ち家だったら、まあ、固定資産税とか、あとは修繕費をいくらか払うだけでいいんで、まあ、多少古い家でも、まあ、家賃並みにかかるということは、まあ、なかなかありえないと思いますので、まあ、そういうやり方もありなのかなと思います。まあ、そんな感じで、家賃を抑える。まあ、食費なんかも自炊で工夫していく。ということをやっていけば、まあ、その生活する上で最低限かかる部分の大きな部分、家賃と食費、まあ、この2つをね、大きく抑えることができるんで、この10万円生活の可能性がぐぐっと、高まることができます。で、かつですね、まあ、こういう、まあ、皆さんが買ってスマホの通信費なんかも、今はロケモバで990円でね、1.5メガで通信できるから、まあ、動画見たりとか、普通にインターネットする分にはもう、これがあれば十分です。スマートフォンでテザリングしてパソコンと接続すれば、パソコンでね、ウェブブラウジングも簡単に、することが、できますし、まあ、この辺の通信費を抑えることができます。そして、まあ、保険とか入ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、その保険っていうのもまあ、そもそも必要ないんです。だって国民健康保険支払ってるわけだからね。で、国民健康保険さえ支払えば、3割だけの支払いで済むし、あとはある一定の金額以上はもう払わなくていいんですよ。そんな重たい病気になったとしてもね。だから払えるものなので、わざわざ保険を払う必要っていうのはないんですね。まあ、そんな感じでですね、今いろいろなものを生活費をギュギュギュッと圧縮してって、まあ、10万円以下に抑えるということです。そうすることで、10万円以下に抑えた分は、その分貯蓄ができるわけですよ。ここを増やすことができる。もしくは投資に回して、こっちをもうちょっと増やすことができる。ただね、10万円生活を維持するには、ここ、投資額はね、250万円以上増やさない方がいいかなっていうのが僕のおすすめです。それはなんでかっていうと、投資はね、暴落があるわけです。あったでしょ？ね。今回、レバナンス最高値から63%も下落したんですよ。100万円あったものが37万円になっちゃう。63%の下落っていうのは、5万円もらってたものが1万8000円ぐらいしかもらえないってことになるわけですよ。それぐらいの下落が現実的に起こりうるということでございます。その時に、この250万円溢れた分は貯蓄に回していくと。ね、回してって、5万円以上は生活費に回すけど、5万円を超える分の利益に関しては貯蓄を増やしていくという状況にしていく。そしてね、今回みたいな大暴落が起きた時に、このお金を投資に投じるわけですよ。そうしてまた元の5万に戻していく。あぶれたお金は貯金していく。っていうことを繰り返して、まあ、現金と投資でリスクヘッジ。まあ、この150万円っていうのは何かっていうと、最大で63%下落したから、これを補填するには、まあ、150万円ぐらいあれば、まあ、こと足りるかなということで、この150万円っていう金額に設定させてもらいました。そしてね、レバナンスって、一回大きな暴落が起きると、そこから割り込むことってあんまないんですよ。必ずその後、過去の最高値を更新して、その後下落するわけですね。だってこのパターンなんです。だから、一回下落の対策ができれば、まあ次の上昇まで、まあこの150万円また貯めてですね、まあこの現金と株でリスクヘッジをしていけば、まあまあ、この、まあ危ないレバナスと言われているものでも、割とですね、安心して投資できるんではないかなと思っております。はい。まあ、そんな感じでですね、今回は、まあ、400万円でセミリタイアするという方法をですね、ちょっとまあ動画にしてみましたが、これ、まあ、自分でもまあちょっとこれ例題としてね、挙げさせてもらったんですけど、これ、僕できますよ、これ。これ僕生きていける、これでも。全然生きていけるっていう状態になってるので、まあ、全員にやれとかさ、
これが正しいんだ、それは言いません。言いません。あくまでやるかどうかっていうのは自分の判断、自分の考えでやるべきものだし、そもそも投資っていうのは自己責任になるので、まあ、サトチューンが言ったからどうたらこうたらっつっても、まあ、その責任は自分にあるわけですよね。なので、まあ、自分で判断する必要があるということは、これは借りがありません。あくまで、ただ一個人の一つの考えだということで、ああ、こんなことがあるんだなっていうふうにね、ふふーんと聞いていただければいいと思います。別にキーってね、感情的になる必要はございません。スーッとね、聞き流して、心穏やかにしてね、聞いていただければいいかなと思います。まあ多分ね、これが、ああ、なるほど、こんな方法もあるんだねという一つのね、参考にしていただければ幸いでございます。まあ、てな感じで、うちのチャンネルでは、まあ、こんな感じでですね、まあ、ファイヤーだったり、セミリタイヤだったりね、投資の方法とかね、あとどのようにしてこの資本主義社会の中、この厳しい経済状況の中、どうやったら生きていけるのかなっていうところのね、情報を発信しております。よろしければね、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いいたします。